できておりますか。ああどうも毎度毎度、はい、お世話になっております。なります。大丈夫です。うちのあのバラシマシーンに、いやいや、スーパーメカニック、そうスーパーメカニックにあのお願いして、はい、今バラしてもらってたところでございますが、はい、いやすごいな。何が。いやあのな、例えばほら、うん、これ今バラしてもうあの半日ぐらい経ったんやけど、はい、分かるかな、あのカム麺とかをこうやった時にまだなこれぬるぬるつやつやな、あの油が残っとんすよこれ、わかるですか、はいはいはい、ほらこうやって油膜がすごいじゃないですか、こうやってほら、うん、もうペタペタってなるような油膜がこれ残っていて、はいはい、ないけんこんなこと、そうなに、ない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 、もっとあのさらってやっぱ落ちてしまうことの方が多いけん、あの、はい、やっぱ E オイルって、うん、このあのバラした時の部品に結構まとわりついた状態でずっと残るのよ。そうなんや、うん、いや俺さっきも、うん、あのスーパーメーカーさんとの話とか、はい、めっちゃこう油膜が残ってええわって言ったけん、そうやろ、うん、そうやろ、そまちゃうんすかって言ったらちょちょって言って、この道40年のおじさんが言うけ間違いない。間違いないですね、40年50年のおじさんが言うけ間違いない。ということはやっぱあれですか、うん、宇宙最強はやっぱり、やっぱ宇宙最強はロイパープラス SOD1 やな、こマジで、うん、バラして分かるわ。でだってね、さっきのほら見よったけど、うん、ピストン、うん、すさまじく綺麗じゃない。でよったやろ、あの、うん、この道40年おじさんが、そうや、もう一回使うかって、うん、ちょっと帰るんがもったいないでないかって言ってそうなんやって、でもうほんまにあのこのフリクション用のさコンプレッションリングとかさ、はい、オイルリングとかもさ全然スルスル で、うん、で何がすごいってこれあの組み立てとかする人やったら分かると思うんだけど、はい、このなリングをこうやって回した時よ、うん、こうやってな、うん、その時に、はい、油膜を感じる。はあのなこれがサラサラのオイルとかやったら、はい、こうやってやってもなんかこうなんか金属が擦れとる感じがするのよ、うん、それがこのロイパのやつって油膜を感じるこの瞬間だけで、ぬめっこいんですか。ぬめっこい、へー、ほんまにこれビビるで。そうですか、マジで。今これはなマジでちょっと忖度なし、ほんまに。うーん、なのでちょっとテンションが上がっております。はい、さピストンも、うん、13年、うん、14年落ちの、うん、ね、まあ、どんだけ使われたかもわからん DRZ さんですが、うんうん、めっちゃ綺麗やな。多分なその洗浄効果っていうのもあるんやとは思うんで、うん、だって今まだクラッチの方とかバラしてないけど、はい、ここの辺のスラージとかまあそれなりにはやっぱ溜まっとんやけど、わかるかなこれ、はい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 、このスラージな、ね、これボペってやったらおるやろ、うん、でもほらこういうとこにもなんていう、まあ、残っとるやん、こうやってペタってこれも開けて半日以上余裕出た時、昨日の晩バラしたんや、はい、6時か7時ぐらいな、はいはいはい、で今がもう4時とか、まあ、24時間ぐらい多かったっちゅるけん、はい、24時間経ってもこんだけ油膜がべったりとこういうふうに残っとるやつって、まあ、ほんまそうそうないけん。ほーそうなんやって、そうなんですか。 ねこれ突筆すべきがね、はい、だってあのパイセンなんてコメントしょった。パイセンはね、うん、この間モトクロス場で僕は会ったんです。はい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 、はい、オイル変えたんで、ああ酔ったらね、普通のオイルに変えとった、普通のオイルに変えたら、うん、なんかもうガチャ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 酔うんですってパワーがないんですって酔ったけんな。ああノイズもでかいし、うん、こう回転感がよろしくないと、うん、僕はやっぱりあれがいいですと、うん、大林おじさんお願いしますって言ったそうやな、うん、しこたま今から売るための礎となってもらわない関係まだ提供してやろうかほんならな。おっと、いやでもそれぐらいやっぱ違うんだよな、ライダーコメントになるぐらいな。そうなんだね、うん、まあ、もちろんその入れた時のコメントももちろんそうやけど、はいはいはい、その入れ替えてそれをやめた時のコメントも、そうそうそう、なんかちょっと悲しい顔しとった、うんうん、だけどやっぱもうやめられない体になったわけやな、一度いやもう滑らかさを経験してしまうと、もう薬物と一緒やんか、もうそんなロイパ中毒やんか、ほんまに中毒っすね。そうなんで、なあその時にあの総主もコメントしとったけど、うん、回転フィーリングが軽くなって、はい、要はレスポンスが爆上がって言ったやん。ああ言ったね。いやレスポンスが爆上がやったらね、もっとシャワいいやん、うん、はいはいはい、で確かに実際こうやって入れた感じとかそんな感じもほらシャバかったやんか、ね、
シャバシャバやけんすぐ取れそうなもんだけど、だからあんだけシャバシャバやったらこの油膜とかもすぐ取れそうなんやけど、もうこんだけペタペタ残っとるってこれすごいよ、もうすごいっすね、そら摩耗しまへんで、ほんまにやっぱり縁ですかね、うん、やっぱもうあのほらこれやったやん、はいはい、なんちゃらなんちゃらテスター、ああそう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 、まあ、あれもまあ賛否両論あるけどな、みたいだけどね、でもやっぱ効果はあるんやと思うよ、はいはいはい、はい、うん、まあ、やっぱこうやってバラしてみてそれがもう如実によくわかる、ほんまに、もうシリンダーとかもほんまにあのぬめっこくずっとまだ残っとるし、はい、そうなんで、クロスラインハッチとかも全然消えてないけんな、ほんまにこれは突筆すべき点ですよ、そうですね、まあでもね、スーパーメカさんも言ったけど、うん、死ぬほどカーボン溜まっとったでって、あ、そうそうそう、死ぬほどカーボンは溜まっとったな、これな、エキゾースト側に、そうなんや、なんか、うん、これすごい液体ができとる、そうだろ、もうなんかやばい液体ができとるやろ、墨汁が、ここにもう死ぬほどカーボンが溜まっとってけん、そうやな、3分の2は言い過ぎかもしれんけど4分の3ぐらいには閉塞しとったわ、そうなんや、うん、さっきなマフラーなんか見たら、うん、マフラーも洞窟みたいになってた、うん、そうやな、なんか排気のちょっと抜けが悪いのかもしれないですね、かもしれんですね、はい、はい、なのでまあ一応今今回開けてね、はい、あのちょっといろいろと検証をしてみたんですが、はい、まあ、非常に効果性っていうのは優位にこうちょっと感じられたなと、いうところでございますよ、はい、まあでもね、うん、早くエンジンを作ってもらわないと、はい、明後日、え、明後日は熊本に行かないかんのっすよ、ほう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 間に合うんかな、あ、大丈夫大丈夫、多分すか、大丈夫ですか、スーパーメカニックがほらやる気になっとったやろ、うん、そうやろ、ニコニコしとった、そうやろ、うん、重い腰が上がったら大動くタイプの子だっけ、おますか、そうそうそう、よかった、まあ、週末までには多分いけるでしょう、うん、はい、ね、なんで、まあ、これでねハイパーパワーになったマスインでぜひねあとは乗り手の問題やないやでもほら乗り手も最近6号に乗って、そうっすね、もうパワーには慣れたっしょ、そうですね、ビビリミッターを解除されたみたいな、そうやろ、うん、うん、あ、ビビリミッター解除されたんやったら大丈夫よ、そうだね、間違いなく、まあ、ね、そうそう、なのでまあね、多分今あのこれね、はい、ロイパさんを入れたエンジンの中とかそんなのってどうなるのっていうのは、まあ、これ長期テストしたわけではないのでね、まあね、まあ、正直その、もっと多分ちょっと変化はあるんでしょうけど、まあ、ね、うん、なんやっけ、なんとかタイマー、あー、泡メーター、泡メーターで見たら、うん、だけこいつでロイパープラス S を D1 入れて約20時間ちょっと走った状態です、はい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 、まあ、その元がねどんなやつかね、けど、うん、まあ14年ぐらい何人かのキッズたちの踏み台になってきたマシンなんで、うん、はい、そうやな、うん、なけん結局その今車の方とかにもね、うん、あのバイクの他のやつにもで、ね、みんなのエンジンに入れて、ね、うん、あらもう大丈夫かっていうぐらいレスポンスが良くなるやん、なるね、うん、いやでもほんまトラックもなめっちゃディーゼルノックがマイルド、ああそう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 、だけそんなんはねもうこのね、うん、信頼と安心のこのぬめっこさを見ていただいたらあのそうっすね、ギャンギャンに回しても大丈夫だというのがね、うん、こう理解できるんではないかなとは思っております、そうっすね、はい、これでもあれやな、一回カブさんとか開けやすいエンジンで、うん、はいはい、使用前のちょっとスラッジがひどいやつで、ああなるほどね、検証したいじゃないですか、うん、確かに確かに、そう思ってるんですが、めんどくさい、はい、めんどくさいと言ってめんどくさいませんけど、うん、いやまあめんどくさいけど、ああそうですね、これもね打っていくためには必要なことですからね、はい、そうですよ、ありました、じゃあ、 あのスラッジがひどそうなやつでね、はい、ちょっと実験ができたらとは思いますので、はい、今でもギアが良かったもんな、ああギアな、ほんまやな、オイルリング固着のやつ、そう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 、あんなんとかなどうなるんやろうってなるけどな、ほんまに、まあ、でまあね、またちょっと今後もこういうあのエンジンバラシしながらね、はい、検証していってやっていこうと思いますが、まあ、とにかく宇宙最強はマジですごいぞと、まあ油膜が、油膜が、はい、とこ伝えまして、はい、ついでに、はい、皆さん宇宙最強のオイルを手にするに困ってませんか、困っとんすかこれ、困っとるって言ってよそこで、困っとる困っとる、まあ、そうやろ、いやだってこの間さあの何だっけ、ライブ
時がなんかコメント入っとったやん、はい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 、Amazon で買ったら偽物でした残念みたいな、はい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 、それな、どうやら、うん、まあまあ偽物が出回っとるらしいならしいな、うん、んなけん、な一応多分この動画を公開するときに概要欄に貼っとこうと思うんですが、はい、とりあえず EC サイトを作りました、はい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 、はいはい、なので一応僕が適当に作った EC サイトなので、まあ、あんまり見栄えはちょっと良くないんですがそこの方向にアクセスしていただくと、はい、そこでご購入が可能と、はい、可能になりますし、その、はい、最初からねやっぱもう宇宙最強のオイルを作ってくれと、そうやね、もう SOD1 をブレンドした状態でとか、うん、まあ、あとはその、まあ、使用の仕方を教えてもらえたら、はい、まあ、粘土もね、じゃあこれぐらいでやっときましょうかっていうオリジナルブレンドとかも作って、うん、まあ、宇宙最強のロイパー&SOD1 を販売できるような体制は、はい、一応整えましたので、なるほど、まあ、ご興味がある方はそちらの方をクリックいただけたらと思います。そうですね、もう最初から 10% 添加して販売して、はい、うん、そう、うん、もうその方が面倒くさいもんでええやろ、カタロンややこしいやつ、うん、そうそうやろ、うん、と思うので、まあ、一応そんなのもね、はい、していこうと思いますので、はいはい、ご興味がある方はそちらの方もチェックお願いいたします、はいはい、ということで、今日もありがとうございました。また高評価チャンネル登録よろしくでございます。ではまた、バイバーイ。